久保さんこれセブンイレブンの美味しいですよこれだいぶ熱入ってたじゃないですか久保さん熱量がまあそれそうですよね15年何しとったんだっていうまあ15年あればねまあなんかできますようんまあ久保さんの言う通りねまあそのアンケートでありましたけどまあ行ったり来たりっていう うん、やっぱこっちかなーとかあっちかなーとかこっちかなーとかあっちかなーとかまあしょうがないんですけど、まあ、しょうがないで終わらせたら戻ってこないし時間ねなんかその1個やっぱはしはなんかこれっていうのはあった方がいいと思うんですよ、まあ、木あるんでね木の僕がイメージしてるのは木の幹なんですよで枝は無数にあってもいいとただここの太い幹は絶対あるべきだとで枝は何してもいいよっていう。 で枝,が俺枝がなくなったとしても幹が残ればまた枝生やせるしって話で,でその僕は幹に関しては情報ビジネスだと思ってるんですねなぜ情報ビジネスが幹になりえるのかっていうといくら YouTube やってもいくらインスタやってもいくら Facebook やっても0円なんですよ久保さんがね Facebook でね4000回ライブやりました0円です、はい、だからランニングコストもかかんないし初期費用もかかんないし これミキにしても大丈夫なんですだからその幹にするものを何するかっていうのがすげえ大事だと思いますよだからそのキャッシュのもとですよね少なくてもここは譲れないっていうそのなんだろうなそういうのを自分で見つけるというか僕はまあ情報発信しかない YouTube やっとけっていう話ですようんだからその1億3000万あげた熟成さんも結局 YouTube ですから集客集客 YouTube セールス YouTube もうそれで1億3000万で億万すよ広告費かけてないいと思います広告費ゼロですよ多分 <laughs> まあちょっと音声対談できるか分かんないですけど多分広告かけてないですねどうすかやばないですか <laughs> 広告かけずに無料集客でランニングコストゼロで初期費用ゼロで1億3000万ですよ <laughs> 尋常じゃないですよね だ久保さんもいろんなこの枝はありますけどやっぱこの幹の情報発信は常にしてますからねうんなんかそこを見余るとうん僕はよろしくないんじゃないかなと思います例えば投資をね幹にしちゃうとうん結局その運用なんで運用だったり増やしていくっていうその結局その原資が必要なんですよねわかります投資は。 でこれ、上がったり下がったりするわけじゃないですか、だから、損失が絶対あるわけですよ、まあ、絶対ない人もいる、わか,かんないですよ、100戦連磨、FX でね、生涯に一度たりでも負けたことがないっていう人がいるのかわかんないですけど、多分いない、多分ウォーレン・バフェットでも負けてますよ、<laughs> ウォーレン・バフェットでも失敗をこしするときがあって、じゃあ失敗したらお金が減るわけですよね、わかります でも YouTube はあのお金減らないんですよお金減ります YouTube いくらやっても減らないですねうん仮に僕赤番食らったことありますけど赤番食らったとしてもそこでやってきたスキルは残るわけですよであとは仮にその顧客リストを獲得していれば、まあ、僕は y o u t u b e ではないので YouTube を活用して集客をして顧客リストを獲得してますじゃあ YouTube の赤番食らいましたでも顧客リスト残ります じゃあその赤晩食らっても1000人じゃあ赤晩食らいました1000人の顧客リストも死ぬのかなわけないですよね1000人がいきなり全員死ぬんだったらそれは地球が破滅した時ですよ多分うんそれはな考えづらいですよねだからな,なんかその自分のセンターピンっていうのは絶対こうだよなっていうしかもそれは事実に基づいたねどう考えてもどう誰が言ってもこうだよねっていう なんかその自分の中であるとといいと思い思ますよこれはぶらさずやるっていう絶対マストでねうんやっぱビジネスを続けていく上でランニングコストがかからないっていうのが実はすごいことなんですよこれまあこれほとんどの人はビジネスやったことないんでわかんないとは思いますけどビジネスを続けていくということはお金がかかるわけですからねこれだってセブンイレブンを続けていくって大変ですよ 電気代もかかるしね、ね24時間やんないとまああのー、なんかちょっと裁判の座談になってるところもありますけどねじゃあその一人で運営もできないからバイトも雇わないといけないじゃないですかだからお店を続けるということはずっとお金が払いお金がかかり続けるんですよわかります普通のビジネスっていうのはだから情報ビジネスはそれがないんですよこれやばないですか普通のビジネスはお金をかけ続けないといけないんですよ ね、だ車を売るにしても、ね、トヨタは何,何兆円という売り上げを作ってますけどその何兆円の売り上げを作るためにいっぱい金払っているんですよ、これね株,、うん、株主総会でトヨタ社長も,の社長も言ってましたけどトヨタがトータルで220兆円ぐらい上げているのかなその車を売り始めて。だけど、その70%ぐらいは下請けに払っているみたいなね。 そのもう部品いっぱいあってそこにいっぱい金払ってるからっていうだから結局そのなんだ売上げは上がってるけれどもその売りお金っていうのはばらまいてるんだよっていう話で <laughs> 普通はそうなんですよ物を作るにしても何かお店経営していくにしてもお金をコストをかけていかないとビジネスが運営できないんですよねだからねそのまあ僕車あのなんだ あの飛行機で移動する時にもありますけどじゃあ飛行機でね LCC 出てきましたよジェットスターとかあピーチだったりとかねそれもランニングコースがかかるわけですよその飛行機を維持していくお金ですよね飛行機を維持していくお金ってクソ高くないクソ高いと思いませんメンテナンス費をね車の場合車の費じゃないですよ飛行機をメンテナンスしていくっていう金やばないですかうんで LCC なんかね あのなんだあ鹿児島からあのと成田まであのキャンペーンでね4,000円とか3,000円とかでやるわけでしょこれね利益どう取ってんのかなっていう超大変ですよキャンペーンめっちゃやってるんですけど大変だなみたいなこれ利益取るの <laughs> だから飛行機業界もねまあ今回コロナでねまあそれ人数がいっぱい乗ればいいですけど 乗らなかったら悲惨ですよね。でまあジェットスターは僕登録してるので最近ジェットスター何やってるかっていうとキャンペーン打ちまくってますからね鬼のようにマジでずっとキャンペーンですよずっと乱発してますからねでしかも,も LCC のキャンペーンって単価上げられないんで安くするしかないんですよもう大変だなと思いますけどね、まあ、ありがたいですけどね安くしていただけるんで乗れるから。 だけどキャンペーンは確実に安くしないといけないっていうねジレンマですよねだってその安売りで、うん、が安売りっていうところがベネフィットになってるんでその会社のねあの特徴じゃないですか LCC が普通の JAL とかねあななと一緒の値段だったらどこで差別化するのって話でだけどそれで差別化しちゃったら大変ですよねでもねこ情報ビジネスに関しては安くしてもあのお金かかんないし こ、コストかかんないし、安くしたとしても全利益になるんですよ。だ、僕が、その、安いね、数百円の商品とかも出しますけど。なんでそれでもまかり通ってんのかっていうと、それ利益になってるわけですよ。わかります。これすごくないですか。まあ、これがね、僕、僕の今の規模。と、売上規模だったら、その。社員数が何本、十人、二十人いたら無理ですよ。 さすがにその数百円のショビジネスやるんだったら何万人に売っていかないとさすがに会社の売上として従業員の給料を潤うっていうのは難しいので、うん、だけど僕は従、ね、業員雇わないしバイト雇わないし一人でやっていきますだから別に数百円の商品でもなんだあー100人に売ったら4万円ぐらいじゃないですかあじゃあじゃあ,じゃあ,じゃあ1000円の商品をね100人に売ったら10万円ですよね。 でこれ3回ぐらいやったら30万でしょ。まあ30万あれば生きていけるでしょ。どうすか。<laughs> ねそう。な感じでございます。だから、あの、本当ね、ビジネスの幹、考えた方がいいですね。ビジネスの幹を何にするか。まあ、与沢さん風で言うならば、センターピンをどこにするかっていうね。だ与沢さんがうまい、すごいなと思ったのが、 あの僕結構ずっと見てたんですよ。そのあのシンガポール行った時か今、今ドバイ、今ドバイとかタイとかいろいろありますけど最初シンガポールだったと思うんですけどその時ね、与沢さんが言ってたのがすごい面白くてああ、与沢さんすげえなーと思ったんですけどずっとブログやってたんです、その時。ちまちま。ね結構ね、大きいことやってるんだけどブログちゃんとやってたんですよ。で、なおかつなんもうその動画は多分ないと思うんですけど アドセンスも入れてたんですねでアドセンス入れててなんかのテレビ出て1日のトラフィックがバーンと上がってでなんかアドセンス20万報酬行きましたって喜んでたんですよでそれを聞いた時にえみたいなえアドセンス20万まあ確かに1日20万アドセンス報酬すごいけどユーザーさんそ,うそこ見てるんだみたいなそこもちゃんと取ってるんだなっていうしっかりと。 しっかり取れるとこ取ってんだなっていうのはすごくね張ってさせられましたねだってめちゃめちゃ大きいことやってるわけなんで結構ねそれで1日20万のアドセンスに「すごいでしょ」みたいななんかそんな感じでね「すごいでしょ」とは言ってないんですけどなんかそのこと言っててでまあそのだから情報発信ですよねブログで情報発信するとか、まあ、その情報発信ネットあのメルマガで情報発信するとか、まあ、それずっと続けててそれでキャッシュ作ってそのキャッシュを不動産持ってって でもう不動産がもうだいぶ回って他のその回ったから、まあ、こっちやらなくても,もう十分だよねっつってだなんかね途中でアドセンスも抜きましたみたいなねもうなんかもう,、うん、もう何の影響もないと何の影響もなくなったからもう外しますみたいなわかりますだからもう段階層ですよねしっかりとそのうんベース何やるべきなのかっていうのが明確ですよね 明確すごいなぁと思いましたねうんであの20万はね結構記憶に残ってますね与沢さんそれちょっと20万で喜んでんだみたいな <laughs> <laughs> うんだか,らだから大事だと思いますようんか久保さんもねいくら稼いでもねみんなの銀行やるしセルフバッグやるしまあ僕もやりますけど まあいろいろ申し上げましたけどビジネスの幹を何にするかっていうのが超大事めちゃくちゃ大事うんここがずる幹がずれちゃうと後々大変になりますから本当にうんそうだから僕も投資やりますけどまあ投資やるにしても原資が必要なのでゼロ円で投資できないですよでも y o u t u b e ロ円でできるんですよ だかこ,こからキャッシュが生まれる仕組み、キャッシュがこう商品売れるとかねなんかキャッシュがこう作れるっていう仕組みがあって0円からお金が生み出せますじゃあそのお金を運用してまた増やしていくっていう風なこのロジックが絶対あった方がいいですよねだからこの原子が労働しないと10年働いて10年貯金したものを原子としてしたら危険すぎますやんわかりますうーん。 だからしっかりと情報を発信して情報を発信して集客してしっかりそこで売り上げを作れるというスキームですよね。それはね、あった方が僕はいいと思いますけどね。うん。っていうか、ないとダメじゃないかなと思いますけどね。うん。な生き残っていくためにもですよ。で生き残っていくまああの企業がね、あの、まあ、JAL、JAL そうでしたけど、 稲森さん入ってね JAL 再建しましたけど稲森さんが入って JAL がねもう倒産寸前ですよその時稲森さん入りましたけど何するかっていうとまず固定費なんですよ圧倒的に固定費削減していくんですねつまりそれだけ固定費っていうのが会社の圧迫してるってことですよ一番何やるのかっていう固定費ですからね本当に潰れそうな会社をまずこう整えるために一斉リストラ一斉固定費削減ですよ 徹底的なでまずその、あのー、利益あのー、なんだそのコストをねできるだけ抑えてでその上で利益こう積み上げていくっていう、うん、まあいいでしょうまあどうせやらないですからね久保さんね僕たちの勝ちですねだからこの思考があるっていうかこ,これが持ってると結構強いですよ 絶対潰れようがないですよね。潰れようがない。<laughs> 本当に。だって0円なんだから。<laughs> 0円だからね、潰れようがないですね、うん。維持していくの。ビジネスする。ビジネスするのに0円だからね。潰れようがないな。やばないですかこれ。い <laughs> ってらっしゃい。